ウルグアイ大統領にタバレバスキスが就任した際にモンテビデオで公演を行うムルガの楽団2005年3月ウルグアイ大統領にタバレバスキスが就任した際にモンテビデオで公演を行うムルガの楽団2005年3月ムルガはアルゼンチンやウルグアイ、チリ、コロンビアなどにおいてカーニバルの時期に公演が行われるミュージカルである ムルガの楽団は主にモンテビデオとブエノスアイレスのカーニバルにおいて公演を行っているが、ブエノスアイレスでの公演はモンテビデオよりも規模が小さい。アルゼンチンのムルガはダンスにその重心が置かれており、モンテビデオのものよりも歌などの要素は少ない傾向にある。ウルグアイのムルガはスペインのカディスで演奏されている民族音楽。 チリゴタに由来していると言われているが、長い年月を経て、全く別のものへと分岐している。ムルガは最大17人のグループによって公演が行われる。ウルグアイにおいて、カーニバルが開催されるより、前の1月下旬から3月上旬にかけて、それぞれのグループは約45分間にわたり行う、数々の楽曲とレチタティーボからなる音楽公演の準備を行う。 この楽曲はタブラドスとして知られる様々な地域の大きな舞台で披露される。また、楽団はムルガの公式大会で他のムルガの楽団と競争を行う。楽曲の歌詞の内容は楽団で定められた特定のテーマに基づいており、テーマは前年度にウルグアやその他の地域でイベントに先立って発表される。その結果、ムルガは 人気のある抵抗運動などにその題材を取ることが多い。例えば、1970年代にウルグアイで独裁体制が取られていた期間には、アラからカナのようなグループは政権に真っ向から対立するような左翼傾向のパフォーマンスで知られていた。ムルガ、ポルテーニア伝統的なムルガの楽団は、コーラスと3人のパーカッション奏者で構成されているが、これは、 歌手たちは5つのボーカルパートを使用して、ポリフォニー形式で歌い上げる。歌手の声はその声量に代償をつけることは少なく、鼻にかかるような声を使用して大きな声で歌い上げる。パーカッションに使用する楽器として、ヨーロッパの軍隊楽団に由来するボンボ、レドブランテ・プラティーリョスなどを用いる。公演で最も重要とされるのは、最初に歌う歌と終わりに歌う歌とされている。 これらの楽曲はカーニバルの期間中ラジオで放送され、1937年のサルード・アラからかなのように、そのうちの楽曲のいくつかはウルグアイの文化において象徴的な存在となっている。ムルギスタスは色鮮やかな道化師の衣装に似たコスチュームを着る。舞台での演奏において小道具を用いることは稀である。歌手は舞台の袖もしくは、 後段部分からパーカッション奏者と共に前列へと出てくることが多い。ムルガで演奏される音楽は時にウルグアイの人気音楽と結びつく。自身の音楽にムルガの楽曲を取り入れているアーティストとしては、ハイメルース、ルベン・ラダ、ノテ・バグ・スタール、マキシモ・ディエゴ・プホール、ワシントン・ルナ、アレハンドロ・バルビースなどがいる。また、アルゼンチンでも同様の傾向があり、 ベルスイート・ベルガラバート、ロスアウテンティコス・デカデンテス、アリエル・プラート、ロス・ファブロス・スカディラクスなどが自身の楽曲にムルガを取り入れている。ありがとうございます。